張講演として、慶応大学環境情報学部教授の、萩野先生からご講演をいただきます。簡単ですけども萩野先生の紹介をさせていただきます。萩野先生は、1986年にジンバル大で学位を取られた後、京都大学の、計算機センターの助手を経まして、1990年から、慶応大学の環境情報学部に移られて、現在はそこの教授を務められているということでございます。でご専門は、ソフトウェアの科学で、現代社会の抱えている問題を広く捉えまして、情報でどうやってそれを解決していくかということですとか、情報学に関わる、もちろんその人材育成等に、尽力いただいております。で今日は、RDF ということに関係がある、ことでリンクとオープンデータにで広がるデータ統合というタイトルで基調講演をいただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただのご紹介いただきました慶応大学の萩野と申します。今日はリンクとオープンデータを広がるデータ統合ということで、先ほどもあの話の中に RDF という言葉が出てきましたけれど、まあ、そちらをですね、まあ、ウェブ技術ですので、まあ、そちらを用いて、まあ、どのようにすればデータ統合ができるかといったようなことについての紹介ですね、をさせていただきたいかと思います。詳しい内容は皆さんが調べていただいた方がいいと思いますので、私は、まあ、どちらかというとざっくりと気持ちですか、どのような気持ちで、どのような方向に向かった方がいいかということが伝えればいいのかなというふうに考えています。で、リンクとオープンデータというのはどういうことかといいますと、まあ、ここのテーマでありますように、まあ、データを、まあ、公開していただき、まあ、データがデータベースであったりそれ以外のデータもあるかもしれませんけれど、まあ、大規模から小規模、まあ、あらゆるものですよね。そういったものを、まあ、ウェブ上に公開して、まあ、公開がですね、これまでウェブじゃなくて、まあ、いろいろな別の形を取られた場合もあるかもしれませんけれど、それを、まあ、ウェブ空間ですね、まあ、我々文書のウェブというんですか、ウェブブラウザーを使ってよく見てますけれど、それと同じ土台ですね、まあ、そこに公開して、まあ、それらを結びつけると、まあ、結びつける技術が先ほどから出てます RDF という技術なんですけれど、まあ、そちらで結びつけることによって、まあ、さまざまな利用が皆さんに可能になるんじゃないか、まあ、ウェブが出現したときにそれを使って皆さんがいろいろなことができるようになったと同じように、まあ、このデータが世の中に広がることによってさまざまな人がさまざまなことに使えるというのがリンクとオープンデータの考え方ですので、まあ、これについて若干説明させていただきたいと思います。で、そのここでしてウェブ技術なんですけど、まあ、ウェブ技術をちょっとだけ振り返させていただきまして、まあ、それからまあここに至ったというちょっと歴史を私も辿ることが好きで、辿らせていただきたいと思いますけど、まあ、ウェブというのは何かと言いますと、まあ、よくはまあインターネットの、まあ、キラーアプリケーションですか、まあ、インターネットというのが、1990年頃に広がりましたけれど、まあ、その上で、まあ、電子メールとか電子ニュースとかいろいろあったと思いますけれど、まあ、そんな中でやっぱり一番大きなものがウェブかというふうに思います。まあ、逆に言えばウェブさえあれば何でもできてしまうという世の中なのかもしれないなというふうに思っています。まあでまあ、ウェブ上でのコンテンツを提供するということで、まあ、あらゆるサービスが提供されてますよね。まあ、ここで取り上げているのはライフサイエンスのいろいろなデータもこのウェブを経由していろいろ取ることができるんでしょうけれど、まあ、日常生活におけるような、まあ、ニュースとか天気とか、まあ、新聞雑誌の情報、それから企業の情報ですよね。何か物を買われようとすると皆さんもウェブを調べてその製品の情報を、まあ、手に入れようとされるんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと難しい時もありますよね。なかなか漢字の情報に届かなかったりとかといったようなこともあるんですけれど、でもまあ昔よりはマシですよね。お店に行ってカタログを集めて比較する以前に、まあ、ウェブ上でいろいろな情報を集めて自分でまあ比較して、まあ、この製品がいいなと思って買いに行けるというのは、昔から考えると格段に進歩したことでございます。それから、SNS ですか、ちょっと最近ソーシャルネットワークサービスはあまり言われなくなったかもしれませんけれど、まあ、当たり前になったかもしれませんが、まあ、いろいろなコミュニティですよね。Facebook とかそういったようなコミュニティで、いろいろな情報の交換ができるとか、まあ、自分の写真を、人に見せたりとかそういうのを共有するとかそういったこともウェブでは始まっております。それからよくこちらは地図のサービス、まあ、地図を使っていろいろなデータがマッシュアップですか、統合されて見えるような形になってるんですけど、まあ、地図は結構いろいろなものを統合する良い基盤でありますよね。そういったところで、まあ、地図情報なんかよく活用されてたりします。
まあ、そのような形で、まあ、ある意味ウェブというのは我々の情報基盤ですか、我々の生活を支えるものになってきたのかなというふうに思います。ですから、まあ、インターネットがあって、その上にウェブというのがあって、まあ、その上にいろいろなアプリケーションがあって、我々の生活なんかが、豊かになっているというふうに考えています。で、まあ、このウェブなんですけれど、いつできたかといいますと、まあ、1989年、まあ、今から、ね、30年ぐらいになって、違いました、20年ですね、すみません、20年ぐらい前にティム・マダリンさんという、次に写真出てきますけど、まあ、こちらセルンですね、まあ、物理学の研究、こちらは皆さんはライフサイエンスの関係の研究ですけれど、まあ理論的な研究の分野のところで生まれたんですけれど、まあ、研究成果自身を何かしたいということで生まれたというよりは、まあ、こちらは共同開発、センターみたいな感じですか、皆さんが集まってくるので、まあ、いろいろな情報が集まってくる、まあ、そこの情報を管理したいと、まあ、ある意味ちょっとイントラネットですか、小さな組織の中での情報をどういうふうにして管理したらいいのかなということで始まったんですね。それが、あるきっかけというのか、考えた仕掛け自身が、あと言いますね、ちょっとオープンであった、まあ、誰も制約しなかったというようなことがありましたので、まあ、世界中に広がったということがあるんじゃないでしょうか。まあ、これは有名なティム・マダリンさんが描かれたプロポーザルに描かれている絵ですね。まあ、このような絵を描いて、これがウェブを実現したいんだということですよね。まあ、ここにハイパーテキストとか、実際に考え出せると思います。まあ、全てがまだ90年に考え出されたものですね、まだ完全に体現できるというわけではないということで、まだウェブ自身は発展する途中にあるというふうに考えていただくといいと思います。で、まあ、そのウェブのプロポーザーの中でですね、現在のウェブが生まれたわけなんですけど、まあ、その中でハイパーテキストが選ばれたんですけれど、途端にハイパーテキストがいいというわけじゃなくて、まあ、いろんなものを配られてますね、機構造ですか、まあ、ある構造を持った、もともと決まったような構造を持ってデータを管理してもいいんじゃないかというふうにも考えているんですけど、こちらの方は、まあ、機構造というある構造に縛られてしまうために、まあ、整理はしやすいんですけど、ただ現実に合ってないんじゃないかと、まあ、組織とかそういうのは機構造になってるんですけど、実際の付き合いとかはもしかすると組織を超えた形とか、あるいは隣の部署とかね、そういったようなことになりますし、そんなことでですね、機構造では管理はしやすいが現実の関係は表しにくいと。まあ、それに対しまして、検索というんですか、まあ、データがいろいろ入っていて、それから自分の探すものを検索するという方法、これも聞かされてまして、まあ、キーワードで検索するという方法なんかもある、まあ、この当時もよく使われてたんですけれど、まあ、こちらの方法は、まあ、キーワードを前もって決めておかないと探せない、まあ、現在はまあ全文検索的なですね、まあ、計算機の能力も大きくなりましたから、すべてなる単語を探そうということで、まあ、逆にこの方法だと、余計なものまで出てきてしまって困ってしまうんですけど、本来だとこの文章は何ですよというちゃんとしたキーワードをつけて、まあ、探すのが、まあ、ある意味良い考えだと思うんですよね。本とかを探す場合もやはり本についているこの本は何ですよということを見つけて探すんですよね。本の全文の部分を探してある本を探すということはあんまりないんじゃないですか。論文に対してはあるんですけれど、一般の本に対してはないんじゃないかと思いますけれど、まあ、このキーワードを抽出するというのが非常に難しいというようなことで、これもなかなか難しいだろう。まあ、それに対しましてハイパーテキストというのは、まあ、自由度が高く、リンクというんですか、参照関係ですよね。文章から文章に飛ぶといったことがありますので、まあ、こちらを使うと、まあ、このような機構造というのは、まあ、決められた構造から離れたですね、まあ、自由な形で表すことができる。さらに、まあ、キーワードなんかもノードですか、あるノードはキーワードがあるし、そのキーワードから、それぞれ関連する文章に結びつければいいんじゃないかといったようなことで、まあ、ハイパーテキストが、まあ、この情報を管理するのがいいんじゃないかということで、まあ、ウェブというのが誕生したということですね。まあ、一言で言えばハイパーテキストプラスインターネット、さらにそれをインターネット上に広げようとしたところでウェブが生まれたというふうに言っていただくと思っていただきます。で、ウェブの最初の発明ですね、どのような形のものが最初に、まあ、ウェブというふうなものを形作ると考えたかといいますと、まあ、文章を書く HTML というね、皆さんがよく見られている、まあ、これで実際には HTML だけじゃなくて CSS、あるいは現在だと JavaScript、あるいは SVG というグラフィックスですね、そういったようなものを合わせて、まあ、リッチコンテンツと言いますけど、まあ、豊かなコンテンツを作られたものを現在皆さんが使ってですね、日々のいろんな情報を集められるのをやってられると思いますけれど、まあ、これの発明ですよね。これどういうデータ形式で皆さんが文章をウェブ上に書きましょうかと、それをまあ共通化したといったようなところ。で、バージョンもいろいろ変わってまして、最初に作られたものからもっと前にあるんですけれど、まあ、HTML4.01 というのが、まあ、長らく、ある標準として使われたんですけど、現在は、最近は HTML5 といわれる、次のバージョンですね、が作られています。
まあ、こちらの方は、ビデオとか、まあ、あらゆる、まあ、キャンバスとかですね、自由に描けるところとか、まあ、いろいろな新しい、技術も入ってますので、もうすぐ皆さんのところにも、まあ、ほとんどのブラウザは現在 HTML5 に対応してますので、使えるようになるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、こういうような文章形式を決めた、それからまあ文章を取ってくる方法ですね、HTTP といわれる、まあ、これもすごい発明というわけじゃないですよね、FTP というファイルトランスファープロトコルというのは従来まであったんですけれど、まあ、それぞれちょっと古くてですね、マルチメディア的な、まあ、どのようなものを取ってくるかということが分からずにまあ取ってきていた、まあ、FTP の場合は単純にバイナリーかアスキーかという2つしかなかったんですけれど、まあ、それが実際に画像なのかビデオなのか文章なのか、そういったような違いとか、あるいは逆に、自分は英語で、この文章を取りたいんですかというような言語ネゴシエーションの機能とかね、そういったようなことを、まあ、こうウェブに特化したような、まあデータ転送ですね、そういった仕組みを考えて、まあ、現在 HTTP1.1、 もうこれも作られてからもう10年以上15年ぐらいですかね、仕様が固まった、ものになっております。それから、まあ、この3つの中である意味小さな発明だと思われたんですけど、実際には大きな発明だったのが URL ですね、インフォームリソースロケーター、現在はさらに発展して URI あるいは IRI と呼ばれるものになってますけれど、世界中のものを識別しようですか、もともとはウェブ上の資源ですね、どこのものを取ってこいということを指定するために考え出したいと思うんですけれど、まあ、そのものを指定するだけじゃなくて、場所を指定するだけじゃなくて、そのものですか、あるいはもしかしたら仕様かもしれませんし、もしかすると、ゲノムかもしれませんし、あらゆるものを識別するといったようなことで、この URI というのが発明されたという、この3つが、まあ、大きな、発明かなというふうに思います。で、まあ、このウェブがどうして普及したかというですね、これリンクとオープンデータということでデータを統合するということでウェブに出すんですけど、ウェブがどうして成功したかということですけれど、私なりに考えてみますと、まあ、まず最初は無料であるというですか、ウェブ自身はお金を取っていないということですよね、実際にウェブ自身が出ようとしたときにゴーファーとかいうシステムもあったんですけど、こちらの方は、まあ、アカデミックなところで使うには無料なんだけど商用にするときにはお金を払ってくださいみたいなことをしたために、まあ、普及しなかったというふうに言われています。ですから無料にしたということは大きい。まあ、それ以降はブラウザも無料、最近は無料のものがたくさんあってですね、無料は当たり前だろうと思われるかもしれませんけど、ウェブぐらいから無料というのが始まったということですよね。それからオープンであるということです。誰でもが参加できるということですよね、誰でもがウェブページをすることになります、まあ、でウェブページをするのにそんな大した技術はいらないんですよね。単にテキストエディターがあれば、と、まあ、ちょっとサーバーを設定しないといけませんけど、それさえあれば明日からでも、皆さんがページをすることになります。でそれが検索ロボットが自動的に探してくれますので、今日追加したものを明日には皆さんから見ることができるという形になりますので、まあ、書いたら何か反応がある、そうするともっと書こうかなということで、次々と雪だるま式に、まあ、情報がこの空間に増えていった。今どれぐらいの情報がウェブにあるのか、想像もつかないぐらいたくさんあるかと思います、まあ、そういったのをオープンにしたということです、まあ、クローズなある形式でないとダメだよという厳格なことをやってしまうとこれも踏めなかったんですけれど、まあ、自由な形で誰でも参加していいんだな、ある意味ちょっとした欠点でもあるんですよね。というのか、リンクした先がどこに飛んでいくかわからない、まあ、皆さんがクリックされて、それがとんでもないページに行ったということもご経験あるかと思いますけど、そういったこともちょっと許しているというところですよね、そんなところで、次々と情報がつながっていく、まあ、そんなところが一つですよね。それから、厳密さにもちょっとこだわらなかった、まあ、これ途中で反省してちょっと厳密さにもっとこだわった方がいいなと思ったんですけど、やはり厳密にはこだわれないなということに現在また落ち着いてますので、厳密さにはそんなにこだわってない。実際には HTML というのは文法があってですね、ある形式で書かないと正しくはないんですけれど、ほとんどのページと言っていいほどが正しくないページが、実際にバリデータといって文法をチェックする、ま、製品があるんですけれど、まあ、そちらにかけてみるとほとんどの場合ちょっと間違いがありますよと。間違いがあってもブラウザが表示してくれるので、まあ、大丈夫というふうに思われて使われているものなんですが、まあ、そういったようなことも、容認するといったようなところも、まあ、大きかったのかな、まあ、リンクが切れていると、まあ悲しいことですよね、ということもちょっと容認していると、まあ、ハイパーテキストというそれ古い技術からしますとこのリンクが切れているというのは欠点と、致命的な欠陥ということになってしまうんですけれど、まあ、ウェブではそれも容認したといったところで、広がったりというかな。それが最後には標準化ですか、皆さんが同じものを使いましょうね、まあ、自由に発展させるというのも一つのいい考えなんですけど、そうすると、ある人がある拡張、別の人は別の拡張を使えたために互換性がなくなってですね、まあ、広がらなくなってしまう可能性もありますので、まあ、そういったところある程度合意を持ちながら、まあ、デファクトスタンダードですね、皆さんがたくさん利用するからこれがいいだろうという標準にする、まあ、そういったような標準化の努力ですね、そういったものがあって、まあ、ウェブが普及したんじゃないかというふうに思います。まあ、こんな形で我々のですね、
まあ、日常使っているウェブというのは、広がっております、まあ、特に、まあ、文章のウェブですよね、文章でいろいろ書かれたもの、我々が情報を得るためのものは非常に広がっている、まあ、これようなのことになっているんじゃないかなというふうに思います、まあ、これと同じようなことでデータですねも広がればいいんじゃないかなと。だから同じような原理に従って、同じように無料にしてオープンにして、いろいろなことで、まあ、ウェブを使えば、まあ、データもですね、同じように皆さんが活用できてより増えていくんじゃないかなというふうな活動が、まあ、リンクとオープンデータのあります。で、ウェブの、まあ、当初考えてた2つの、まあ、こういう文章のウェブがたくさんあるんですけれど、実は2つありまして、まあ、1つが、まあ、人と人のコミュニケーション、まあ、人間と人間がいろいろ理解し合う、そういったことを助けるためにウェブというのが必要であるということを考えたんです。まあ、これは、そのためにですね、誰でも書ける、いつでも取れる、まあ、ですから携帯電話からでも見えるだろうし、カーナビから見えるし、パソコンでも見えるし、スマートフォンでも見える、まあ、そういったようないろんなところから使えるよ、それから、まあ、いろいろな国でも使えるということですよね、日本でも使えるし、アメリカでも使えるし、まあ、昔は文字化けっていうんですか、ページを見ると、文字が、ちゃんと見えないというのがあったんですけど、そういったこともないように、まあ、そういったことですね、それから、アクセシビリティというんですけれど、まあ、障害者の方も、簡単に使えるようにいったようなこと、まあ、そういったようなことで、まあ、人と人のコミュニケーションを円滑にするということがウェブの一つの目的 で、もう一つの目的はですね、まあ、今日の話につながるんですけど、人と機械のコミュニケーション、まあ、機械を使って自分の問題を解決するということですよね、まあ、あのウェブの先にはですね、いろいろな機械がついてますので、その機械を我々が利用して、まあ、我々が抱えている問題を解決したいと、まあ、ウェブは巨大な知識データベースですかというふうに考えて、そこに大きなものがありますので、そこにいろいろな問題を投げかけて答えをもらう。実際に我々いろいろやってます。例えば旅行に行きたいなと思うと、そういったのを問いかけると旅行何年も来るでしょうし、あるいは、単純に電車に乗りたいなと思うと電車についてるのを、乗り換えないですか、そういったものを検索すれば出てきますよね。そういったような形でいろいろな問題を解決してくれます。まあ、それが人と人のコミュニケーション、まあ、2つの問題を解決するためにあって、まあ、特にこちらの方が大きくて、まあ、こちらもいろいろなサービスがあるんですけど、そこまで広くはなってないですけど、こちらの方が広く大きくなってるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、2番目の方ですね、こちらの方をこれからより広くしていくということが、重要かなというふうに思います。まあ、ここに文書のウェブとデータのウェブが書かれましたけど、まあ、これまでは特に多いのが、まあ、文書のウェブですね。文書間がつながっている、まあ、ハイパーテキストマークアップに HTML というものでハイパーリンクをつながって、次々と文書をたどりながら、まあ、いろいろと自分の知りたい情報を集めてくるというのが文書のウェブで、まあ、皆さんもよく使われていたと思いますけれど、なかなかあの時間の浪費になることもあるのでちょっと注意していただいておりますけど、ウェブばかりクリックしているとですね、あらゆる情報がたくさんありすぎて情報が満杯になってしまうかなという場合もありますが、でも、まあ、それをうまく取捨選択すれば非常に有益な空間が出来上がっております。それと同じように、まあ、データの空間ですね、有益なデータを取ってきてそれを集めるということができればさらに豊かになるんじゃないかなということで、まあ、この上にですね、まあ、重なるような形で、データのウェブというのを作りたいというのがリンクとオープンデータの考え方ですね。で、それぞれのデータは後で説明した RDF という形を持っていて、まあ、それらがあの RDF リンクと呼ばれるサイト間を超えた形でつながって、まあ、我々が辿っていける、まあ、我々自身が辿るというよりは機械に辿らせるというんですか、これの辿り方を辿って、データを取ってきて我々の問題を解決してくれる。文書のウェブだと実際に自分で辿らないといけないんですけど、こちらの方はどちらかというと自分で辿るというよりは、まあ、あの機械の方に辿っていただいて我々が抱えている問題を解決していただくといったようなことが考えております。で、ウェブの進化をちょっと見てみますと、こんな形ですね。現在はウェブ 3.0 の時代に入ったとも言われておりますが、10年ごとにですね、大体ウェブ自身はバージョンをアップしております。最初のウェブ 1.0、まあ、89年か90年使いましたので最初がウェブ 1.0、 それから2000年から2010年ぐらいまでウェブ 2.0、 それから2010年、昨年からがウェブ 3.0 の時代に入ったというふうに言われています、まあ、どういうふうに変わってきたかということですけれど、まあ、最初はどちらかというと個人の発信ですね。ウェブというのは楽しんだ、書いたものがみんなに見てもらえるということで、まあ、個人の発信が主だったから、それから一番最初はですね、実際に考えたときにはブラウザーエディターといいまして、単に文章を読むだけじゃなくて実際に文章を書いてそこに入れるということまで考えられましたので、リードライトという形で、まあ、文章を読んではそれを修正して戻すという形で豊かにしていくという形で、まあ、小さな規模でしたので可能だったということから、まあ、途中これは素晴らしい広告メディアだということで企業さんも理解されまして、まあ、企業が発信としてまあたくさん使われた、まあ、途中あの2000年頃に1995年後半ぐらいですか、そういった形から非常に広がりましたよね。
まあ、少しリードオンリーですが、我々は読む方が多くなってきたということなんですけれど、まあ、それは2000年に入りまして Web2.0 ということで、やはり我々がそこに参加するという形で、もう一度リードライトですか、個人がまた発信するという形に戻ってもらう、まあ、それから世界全体、まあ、広く広がったとなりますけれど、さらにコミュニティという小さな形でも使えるような形にまた戻ったということになると思います。 ではですね、 Web3.0 はどうなるかという、こちら予測ですけれど、まあ、単純に、データだけじゃないですね、先言いましたデータのウェブをですね、利用した知的な処理が可能になる空間ができるんじゃないかというふうに言われています。でリードライトだけじゃなくて、リードライトエクセキュート、実際に実行できる、何かを処理できると、そういう空間になるんじゃないか、これまでは読んだり書いたり書いてたけど、実際にやりたいことができる、そういったようなことができるんじゃないかというふうに言われています。まあ、それを世界規模でできるんじゃないかというふうに、まあ、現在は考えておりますね。まあ、これ一つの考え方ですね。それから、レーダーネットワークさんという方は、さらに Web4.0 まで予想されてまして、こんな形で発展して、Web3.0 現在ですよね。これは、別の言葉はセマンティックウェブという言葉でも言われてますけれど、さらには Web4.0、2020年からはですね、WebOS ですか、あらゆるものが Web になっている、Web 上で全てができるという形でしょうか。そういったような形になるんじゃないかと。まあ、現在でもほとんど Web 上でできるんですけれど、それがさらに進化するというふうにも予測されております。でここではですね、その Web3.0 に向けて、まあ、データの Web を作っていくということについてもう少し説明させていただきたいと思います。で我々が目指しているのは、ここで目指しているのは統合データ、データを統合するということですけれど、そういったことのためには、まあ、データの Web を作るということですよね。まあ、単純に言えばデータをまず公開し、まあ、それをある形式で書く、それから、それらのデータを結びつけると、で結びつけられたデータを我々は利用すると、まあ、こういう手順になるのかな。まあ、ですから最初の部分が非常に重要ですね。公開するということが重要です。でどんな形式で公開すればいいかということですけれど、まあ、単純に考えればウェブ現在ありますので、文章の上ですか、我々が便利に使っているので、それと同じ形式でいいじゃないかというふうに思われるかもしれませんね。例えば時刻表、身近にあるものですと、こちらは、電車の時刻表ですね。こんな形で非常に便利です。で 駅に行かなくとも自宅 です、ね、時刻表が分かりますので、それを見てですね、電車乗り上げるんですけど、まあ、これはですね HTML のテーブルという形で書かれてまして、実際にあのソースを読んでみますと、こんな形ですねになってます。まあ、これちょっと機械的に処理するにはちょっとなかなか難しい。これを取り出し、まあ、人間はパッと見て分かるんですけれど、まあ、機械でこれを見るとですね、書いたかというのは何だろうとかいうようなこととか、それから時間とですね、これは時刻だというのは上を見ないと分からないとか、なかなか関係をですね、我々はこれの表で分かるんですけれど、機械が分かるという形式じゃないですね。まあ、書き方もいろいろあるかもしれません。電車会社さんによっては別の形式で書くかもしれません。そういったことになりますと、ちょっと使いづらいと。機械的に処理しようとしてちょっと使いづらいと思いますね。まあ、それに対しまして、もう一つ別に考えられるのは XML という技術を聞いたことがあるよという、いろんなものを XML という形で書かれてますけど、そういう XML で書いてみたらどうだろうと。まあ、XML、HTML というのは、まあ、ブラウザー上で見るための形式ですので、ある決められた言葉で書かないといけないんですけど、XML というのは自分で作ることになります。まあ、語彙というんですけど、語彙を使ってですね、自由に記述できますので、もう少し、まあ、意味が分かるような形で書くことが可能ですね。まあ、そういった形では、例えばタイムテーブルというような XML をちょっと今こう作ってみましたけど、ステーションで名前で、自動とかですか、それからライン、まあ、電車の線路ですね、まあ路線で東海道ですか、そしてそれに走っている電車みたいなのを書いてみました。まあ、先ほどはよほど分かる、この形式を見れば分かりやすいですね。まあ、これをですね、加工してこちらを作るのは非常に簡単です。先ほどのものからこれを作るのは少し、まあ、知的処理が必要ですけど、こちらのものから先ほどの作るものは非常に簡単ですから、まあ、確かに XML で書くとより分かりやすくなる。だからデータを公開するときに XML にした方が、HTML テーブルで出すのも一つですけれど、それだと理解するのは大変ですけど、XML にした方がいいんじゃないかというふうに。それは確かですね。ただですね、これの問題は、まあ、駅の時刻表はできたんですけど、これを見てですね、何時にこの電車が東京に着くかということは分からないということ。まあ、これはある観点から見てますね。ある側面、駅の時刻表であって、実際の列車の時刻表じゃないんですね。実際の列車の時刻表は、実際買うと書いてあります。こちらの方は列車を軸にして、どの列車がどこに何時何分に着くかが書いてありまして、まあ、それを書こうとすると、もう少し工夫しなくちゃならなくて、まあ、XML ですね、若干制約がありまして、こちらは構造化文章、気構造ですね、気構造のしか表せないんですよね。そういったことでは、ちょっと自由度に、自由な語彙は使えるんですけど、構造化されたもので、気構造しか書けないということで、ちょっと自由度に書きます。では時刻表を合わせるのはどうしたらいいかというと、やはりネットワークコードですか、
まあ、こんな形で、路線とか駅とか列車とかが、まあ、ネットワークでつながった形、まあ、こんなような自由な形で書けないと、まあ、単純なあの列車の時刻表というのも書けないということになります、まあ、こんな形でですね、自由なネットワーク構造で、まあ、データをウェブ上に上げればいいんじゃないかというふうに考え出されましたのが RDF と、先ほどの、統合データベースの方でも作られようとしている技術ですね。RDF はですね、リソースディスクリプションフレームワークの省略形ですね、まあ、リソース資源を、まあ、記述する枠組み、まあ、どういうふうにしてリソース資源ですね、この場合はウェブ上の資源を表しております。それをどのようにして記述すればいいかというような、形式のことを言っております。で、複雑かなと思えばそんなことじゃなくてですね、まあ、単純な仕掛けになってまして、このようなラベル付きの有効グラフですね、ラベル、点がありまして、そこに名前がついていて矢印がつき、そこに、まあ、述語といわれるラベルがついている、まあ、これの何とかは何とかですよという、まあ、英語的な感じですかね、主語、述語、目的語、それを合わせて、まあ、全てのものを表しましょうというのが、あるですね。ちょっとあのデータベースの一般的なスキーマとか考え出しますと、ちょっと制約が多いんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれど、まあ、単純なもので、重度を高くしてですね、まあ、広げていこうという考えで単純な形をしております。密輸基本としてますね。で、まあ、特徴はですね、後で言いますけど、こちらの主語と述語、あるいは目的語も URI という、先ほどあのあらゆるものを識別するのに使いましょうというと URI を用いるということが特徴になっております。で、例えば記述してみた例をこちらに書かせていただきますと、まあ、例えばこのページですね、これウェブページですけど、ウェブページの、まあ、作者ですね、作った人は何ですかと言われると、さらにそれが別の URI、 これ人を表す URI ですねになってまして、まあ、それのさらに連絡先、メールボックメールアドレスですね、そちらの方はこのアドレス、それからその人の名前はこうですよ、まあ、こちらの名前はもう文字列ですけど、こちらの方は、URI の一つですねになってまして、まあ、このような形で、このページの、作者のアドレスとか、名前を記述する、まあ、こういったような、これ三つ組が3つですかでもって表す、まあ、それが RDF の、まあ、簡単なものですね。もちろん皆さんの扱っているようなデータになりますと巨大なものになりますので、絵で書くことはちょっと不可能になりますけど、頭の中で書いていけばいいので、何も、全てのものを絵で表せないと RDF というわけじゃございませんので、三つ組みが単純になるのまでも RDF でございます。で、まあ、この絵自身をですね、ネットワーク上流すことがなかなか難しいですので、まあ、それを何か書きましょう、シリアイゼーションですね、文字列にして表しましょうということで、例えばありますのが XML という、先ほど言ったもので表しましょうということでありますのが RDFXML、 こんな形で書くことになりますね。ちょっとなかなか三つ組みが見えにくいんですけど、こんな形で書いても OK ですし、あるいは、実際に三つ組み自身を N トリプルという形で書いていただく、こちら URI、URI、URI、3つの URI が並んでいるんですね、あるいは URI、URI、文字列という形で、まあ、こういう三つ組みを書いて、まあ、公開していただく、出していただく、あるいはこれちょっと人間が書くのはちょっと長ったらしいですので、毎回同じものを書き連ねるのかということなので、もう少し省略してタートルという形式では、プレフィクスを宣言して、もう少し簡単に、あるいはもっといろいろな省略が可能で、もう少しコンパクトに書けたりとか、あるいは JSON という JavaScript で取り扱いの形式で公開したりとか、まあ、いろいろな形で、まあ、RDF 自身は考え方ですので、まあ、表現形式は、いろいろな形に用意しています、まあ、取り込まれれば全て三つ組みとして中で統一的に扱って、まあ、いろいろな、まあ、結合とかが容易になるようにというふうに考えています。で、実際に RDF はどれだけ利用されているのかというかですけど、まあ、すでにあの皆さんの身近にもたくさん利用されてまして、例えば RSS ですね、0.9 とか 1.0 というバージョン、いろんなバージョンがあってですね、一部 RDF になってないものもあるんですけれど、ニュースの配信ですね、ニュースサイトに行くと更新情報とかそういったものがありますけど、あちらの方は RDF で書かれていて、皆さんのブラウザを読み込んで、リスジャッカーのクイックのリストですか、そういったものを作ったりとか、されております。それから、フォアフというのはフレンドはフレンドですか、友達のネットワークですね、こういったものを書いてみるとか、そういったことも広がってますし、それからマイクロフォーマットと言われる形で、まあウェブの中にデータを埋めておく、まあウェブページというのは一般には人間が読むものなんですけど、その中からデータを抽出してですね、自分の手帳にコピーするとか、そういったようなことでいろいろと、まあ、活用したいとなりますよね。そういったことでデータを、まあ、ウェブページとして見えるんですけど、その中に埋め込むということもありまして、まあ、そういうのマイクロフォーマットといわれる形式とか RDFA という形式、まあ、例えばこれマイクロフォーマットで書いた V カードという私の連絡先ですね、こういったもの、通常あのウェブページで見れば単純なテキストに見えるんですけれど、これを、この形式が分かるマイクロフォームと理解する、ブラウザで見れますと、これを取り出してですね、自分の、連絡先にすぐコピーできると。
まあ、そんな形でウェブ、RDF 自身は、いろいろ活用しています。それ以外にイベント情報とか、まあ、いろんなことでもうすでに活用されております。で、まあ、このような RDF を、用いてここでもですね、投稿をやっていただきたいんですけど、まあ、特徴は何かと言いますと、まあ、URI を用いている、これが一番大きな特徴かなというふうに思いますね。まあ、ウェブ上のすべてのものをで URI をで名前を付けるということですね。まあ、このことによって、誰でもがその同じものを指し示すこと、まあ、共通の理解が得られるということじゃないでしょうか。で、URI 自身はグローバルですね。まあ、どこに行っても変わりません。コンテキストは変わるものじゃないですね。ですから、どこで使っても同じ意味を持つということになっております。それから、もう一つの特徴は、述語も URI であると。なんとかなんとかなんですよという、まあ、スキーマ、あるいは、形式ですよね。どのようなことで、どのものを記述するかということ自身も URI で書いてあります。こちらの方は、語彙というんですか、皆さんがどのようなことで自分のデータを表したいかというのは、それぞれ皆さんの自由ですよね。まあ、もちろん統一してですね、皆さんが同じ語彙を使って喋ることができるようにいいんですけれど、まあ、いろいろな事情でですね、いや、このこっちがいいんだよ、あっちがいいんだよという場合があります。まあ、そういった場合でもですね、まあ、自由にしていいんですよと。ウェブというのは自由な世界ですから、皆さんが自由な形で自由な語彙を使って、自由に発信する。まあ、発信することの自由ですね。発信する前に考えてしまってはデータは全くありませんので、そういったことが自由にできるようにということで、語彙も URI によって区別すると。いったようなことが特徴じゃないですか。まあ、この特徴によってウェブ上であらゆるものを自由にみんなが出してですね、活用できるという世界が生まれております。生まれるんじゃないかなというふうに考えています。で、まあ、RDF の関連技術ですけれど、RDF のデータを格納する、RDF のデータベースにあたるのは RDF ストアとも呼ばれております。こちら密文を活用しているだけですので、単純にやっていると非常にデータベースの効率が悪いですので、まあ、いろいろな工夫が、いろいろな研究がなされたりしますね。それから、ウェブページから RDF データが先ほどマイクロフォーマットとかいろんな形式で埋め込まれてますので、それを取ってくるようなものとか、あるいは、まあ、既存のデータベースがすでにある場合にはそれを、まあ、変換して出してやれば簡単ですよね。そういったようなコンバーターとか、それから、まあ、RDF となった形になりますと、それに対して統一的にもう形式が RDF ですので、まあ、統一に問い合わせる、まあ、スパークルといわれる、問い合わせ言語だったり、それから、まあ、どのような語彙を使うかという語彙の定義の仕方ですね。そういったような決めたオントロジーにあたるようなもの、それから、まあ、簡単な規則を書くような、ルールインターネットフォーマットですか、ルールの交換形式ですね。そういったようなもの、まあ、そういったいろいろな技術で、RDF 関連技術、が出来上がっております。まあまあ、そういったものを活用して、まあ、データが、今後使われていくんじゃないかと思います。例えばそのデータ利用にあたりましては、問い合わせ言語ですね。こんなスパークと言いますけど、こちらの方は、まあ、SQL を、まあ、RDF 用に、まあ、変形したものだというふうに思っていただくと言いますけれど、RDF はグラフですので、まあ、グラフの中からサブグラフをパターン待ちで見つけてくると、そういったような問い合わせ言語ですね。まあ、それによって自分の必要な情報を取ってくるというのがスパークルです。まあ、実際の、こんな形で書いてます。これがまあデータ、これ3つタートルで書いたデータですか。それから、スパークルのクエリーはセレクト、ウェアとかいう、まあ、データベース SQL に似たようなことで、ただ後ろに書くのはですね、パターンですね。このようなパターンのものを探してきなさい、その RDF が取ってきなさいという形で、見つけ出すということが可能になります。で、まあ、こんな形で RDF でデータを公開する、それから RDF データを利用するようになりますけど、ではどういうふうにして結びつければいいかということですけど、まあ、結びつくのはこの URI を使うということですね。まあ、URI を用いて、まあ、同じ URI を表すものは同じものであるということですね。ただですね、まあ、URI を決めるのも前もって決めとかないといけないのか、まあ、この同じ、例えば、生命情報のあるデータを表すときにどういう名前にしましょうかねということを、まあ、世界中で合意するのはこれもまた難しいことですので、まあ、それは構いませんよと、まあ、なるべく合わせていただいた方がいいんですけど、まあ、合わせなくても後でそれは同じものですと分かった途端に、まあ、同じですという same as というこういう合意がありますので、それで結んでいただく、まあ、そのことによって、まあ、いろいろなものが統合される。まあ、これ以外にも別の合意で統合する方もありますけれど、まあ単純にはセーマーズということで結んでいただいて、同じ URI で、そのことで結びつきができると。自分で作ったデータ、自分で URI で自分で作ったものと、別の人が作ったいろんなデータ、それのあれとあれが同じですよ、言ってやることによって、魔法のようにつながるというのが、このリンクとオープンデータですね。で、リンクとデータシステムのアーキテクチャ、まあ、どのような形になるか、統合された世界がどうなるかですけど、こういうふうにもともとからその RDF で書かれたデータ、あるいは既存に持たれているデータ、これをまあ公開ツールですね、を使って外に出していただく、これは RDF そのまま出していくのもいいでしょうし、先ほど言いました検索エンジンのエンドポイントですね、
検索スパークルエンドポイントといった形で、まあ、公開する、まあ、そのことによってこのリンクトークンデータクラウドですかに、公開される、まあ、これをユーザーは先ほどのスパークルとかあるいはデータを直接取ってくるという形で利用して、それがまあ自分のまあデータですねも結合して、まあいろいろ利用していく、まあ、そういったようなものが、まあ、これから、データのウェブという形になるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、こんないうふうにこういうふうに、こういう公開する場合の、方法なんですけれど、まあ、あることを守るとさらにうまくいくんじゃないかなというふうに言われているのがこういった原則ですね。リンクトークンデータとしてのデータ公開の原則、こういったことを守りましょうということですけど、まず最も最初にあるのは RDF を使って、公開しましょう、まあ、それはですね、まあ、できればスパークルエンドポイントを公開する、こちらの方がより望ましい、全体のデータは、まあ、何メガバイトもしくは何ギガバイトあるかもしれませんが、それを取ってきて自分で処理するのはちょっと大変ですので、まあ、実際にあの検索のエンドポイントになりますと必要なものだけを取り出すことが可能ですので、まあ、そういったものが望まれる、好ましいというふうに考えられます。それから、URI というのは先ほどから何回も出てきますけれど、まあ、その URI を使って同じものを表すんですけど、この URI の中にもいろいろありまして、先ほど私 の, あの、メールアドレスか、あちらはメール2というのでしたけど、それ以外に電話番号のテルとか ISBN 番号とかあらゆるものは実は URI なんですよね。まあ、こういったような、URI というのはそれ自身は同じものですということを表すだけで、そこから先の処理がなかなか難しいんですけれど、 HTTP で始まった、まあ、URL で用いていたそのウェブページを取ってくるという HTTP で始まる URI ですね、 URI ですね、こちらの方はそれをアクセスできるということですね、さらに、追加の情報を、得ることになりますね。ですからこちらの URI を用いて、まあ、公開しましょうですね。こちらを持っているとそのオブジェクトに対して何かさらに追加情報を知りたいなと思えば、それをアクセスすればさらに、別の情報を返す、そういうことが可能になります、まあ、そういうふうに返してくださいよというような形になると、うまく動いていく、自分がたどりながらこのデータに来たな、さらにそのデータに詳しいことを聞きたかったら、そのデータに対するものを HTTP でアクセスすればさらにデータがあるという、さらにたどっていくという、まあ、あたかもあの皆さんがリンクをたどっていくように、まあ、機械がこの URI をたどりながら全ての必要な情報を集めてきて何か推論なりをするということが可能になります。それからウェブの他の情報と RDF でリンクする、まあ、自分の中で閉じているとですね、まあ、それはその情報で、まあ、それでもいいんですけれど、さらには別の人とを指し示す、そのことによって初めて統合されるんですよね。そういったことで別の情報源に RDF でリンクする、あるいはセームアズによって自分の URI と別の人の URI が同じものを指すんだよということを、まあ、宣言していただく、まあ、そのことによって統合されるということになります。それから最後にありますのが、まあ、公開するデータにメタデータ、まあ、公開するデータがどういうものなのかということを書いておきますと、まあ、複数のものから、ユーザーがですね、利用するときに取捨選択ができるんじゃないかというふうに考えられております。まあ、これがなかったらですね、すべて集めてきて何かしないといけないので、まあ、こう巨大なあの知識空間ですね、なかなか大変なことになるかなというふうに思います。まあ、このような、まあ、原則を守りながら、まあ、データを公開していくというのが、リンクトークンデータの世界です。で、リンクトークンデータ の,、の発展なんですけれど、まあ、2007年頃から始まりまして、こんな小さなところなんですけれど、まあ、昨年はこんなもの、それから、今年はこんなに巨大になってますね。一部のハブを経由しながらいろいろと結びついております。ちょっと時間がなくなってきてなんですけれど、色分けされたもの、皆さんあの探していただくことありますので見ていただくといいんですけど、こういったあのメディアとか地理とか出版とかユーザー生成コンテンツ、政府情報、クロスドメイン、それから生命科学、まあ、大量のデータが結びついております。まあ、DBpedia とか、ジオネームズとかそういったようなことで、結びついてますよね。まあ、DBpedia というのは、皆さんよく使っている Wikipedia、こちらのインフォボックスという、まあ、情報のところをデータベース化したものですね。これを使うことによって、まあ、同じ名前、先ほどのセーマーズで自分の作ったものと同じ名前のものはこれですよという Wikipedia を経由することによって、結びつくことが可能になったりしますね。例えばメディアデータの例だと、まあ、ニューヨークタイムズさんとか BBC さんはこの Wikipedia、まあ、自分の使っているこの人とか言ったようなものがこの Wikipedia のこの人ですよということをセーマーズで言ってやる。BBC なんかも同じように言ってやる。そうすると、まあ途端にですね、ニューヨークタイムズと BBC が結びついて、まあ合わせたデータがを我々が見ることが可能になったりとか、まあ、生命データに関しても一部、もっとたくさんあるんですけど、W3C なんかでやっているものとしましては、リンクとオープンドラッグデータということで、まあ、副作用のデータとかいろんなものを組み合わせることによって、まあ、複数のデータをソースを組み合わせることで、新しい、まあ、なんか事実が分かるといったような研究がなされたりとか、あるいは政府データだと、オープンガバメントの動きのためにこの、オープン、リンクデータというのをよく用いられてまして、
皆さんのデータですから、あらゆる情報を我々知る権利がありますので、それとも公開されています。アメリカなんてはデータ .gov ですか、イギリスなんてはデータ .gov.uk、 日本でもオープンガーベントラボなんかで公開されていまして、実際にアメリカなんかで見ますと、たくさんの種類のローデータですね、生のデータがありまして、実際に、政府自身が作ったアプリケーションもありますけど、国民自身が作ったアプリケーションもありまして、これちょっとその一つのデータマッシャーというのを昨日動かしてみて出たんですけれど、いろいろな方法でですね、これ人口密度をかける家庭の収入の中央値ですか、それをかけたもので、どこの、州が1番か2番かと分かるようなものをすぐに追加できる、いろいろなマッシュアップ可能です。これだけじゃないです。あらゆるもののデータを組み合わせて自分で統計を見て、あ、この州はこういうことなのかといったのを比較できるとかね、そんなようなことが自由に可能になっています。で、リンクとオープンデータの特徴なんですけれど、どのようなデータを扱うかと言います。ライフサイエンスのデータも取り扱いますし、先ほどの自己基のデータも取り出せるでしょうし、政府の情報とも、あらゆるものを実は、異分野の情報を実は組み合わせることができると、もっと素晴らしいことができるんじゃないかというふうにも考えられていますよね。そういった意味では、合意は自由に選んでも構わないとか、そういったところが特徴になっております。ちょっと時間的になくなったのであれですけれど、オープンデータの進めというので、ありますが、とりあえずは公開していただくというのが重要です。それからそれを、オープンなデータ形式を用いる、さらにはこの RDF という皆さんの結びつくような形で公開していただく、そうすると、広がっていくんじゃないかなというふうに思います。日本でも、いろいろな活動、ここライフサイエンス統合データベースプロジェクトの中でもやられてますし、理研さんとか、NII さんとかですね、いろいろなところで活動されてて、日本からのいろいろな情報発信もこれから増えていくんじゃないかなというふうに思います。ということで、ちょっと最後感じのところが駆け足になってしまったんですけれど、リンクとオープンデータに行ってデータを公開し方について若干述べさせてみました。で、最後に、現在ですね、我々のところではリンクとオープンデータチャレンジ2011というのをやってまして、よりリンクとオープンデータで広めていこうということで、皆さんからのデータセットの公開、あるいはそのどういったものが可能か、どういったデータがあればどんなことができるんだということのアイデアとか、それから、公開したデータセットアプリケーションなんかを募集して、2月に表彰しようかなというふうに考えてますので、2月3月ですね、のカンファレンスで表彰しようと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。以上です。